テント中の、あの、この中の方がいいかも。何言って雨降るかもしれない。ああ、もう。どうするかな。さっきのアップルパイね、こっち。アップルパイでも後で。あ、ポップコーン。はい、さんが見つけちゃいました。あ、わい。最高だわ。そう。すごい膨らむから。美佐子さん、明日の朝ごはんはあのラピュタ食パンとカップラーメンです。はい、ん？山奥で食べるカップラーメン最高じゃないですか。いいいいいい。あ、やばいねこれ。すごいですよね。うつね。今スペアリブこれ全焼きなんで。どん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 。やばいね。具合がわかんない。あ、どうなんですかね。しばらく置いといて大丈夫。分厚いから。できてんのかなこれ。もうちょいじゃないですか。もうちょいもうちょい。他にも挑む。ビスケットで挟んで空をやりたいんだ僕は。ちょっと待って。ビスケットがちっちゃくて進めない。こうやって空だって。こうやって空んだってよ。美味しそう。いただきます。うまっ、うん、マシュマロがクリームみたい、うまい。これはうまいですぞ。革命だ、革命。革命が起きたぞ。焼きマシュマロ初めて食べた。めっちゃうまい。ビスケットで挟んだ方が絶対うまい。うまい。あ、本当なんか実際にやると怖いっすね。でしょ。ちょっと怖い。そう。ああ。いい感じ。どう？うまいの。クリームみたいになった？なんかぬってきました。ぬってきた。ぬって。おし。おし。天才。いただきます。踊った。相変わらずわかりやすい。うまいよね。うん。ね。うん。見てください、このお肉たち、ジュージューって。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ペアリブが10本1人2本ある。やったか、やばい。あったけー。あー、最高だ。いい、これはうめえや。最高だろ。これはうめえや。何やってんだ。あったかいカルピス。あーね。あー、ホットカルピスというものを覚えたね。うわ、これ絶対美味しいよ。匂いが絶対美味しいよ。こんなの別におかしいよみたいなテンションで。何もさ、一つに全部もらってる。一つでしょ。私が確かに皿1個しか渡せなかったのあるんですよ。こっから半分にしよう。なるほど。高いのもないと死ぬよこれ。みんな大丈夫。お酒を入れれば体は熱くなる。ちょろい。簡単かつ感じ。うわ、すごい。
き破ったら油が出てきた。おお、いいですね。これ冷えてから食うの最悪だから、うん、もう食おう。いや、なんかこの BGM だけ流れて無音でモクモク食べてるのがすごいシュールだわ。無音は変わらない。結構無音は変わらない。無音じゃなくなったけど。